じ。あらたぬきさん、そんなに集中して何のドラマ見てるのかしら。し、今大事なシーンだから静かに。嘘つき、忙しいって言ってたのに別の女の子とデートしてたのね。違うんだ、それは勘違いだ。何が勘違いよ、LINE で気に入るといいな。って送ってたじゃない。どうせその子が好きなんでしょ、もう知らない。ま、待ってくれ、本当に勘違いなんだ。それは昔からの幼馴染で、君へのプレゼントを相談してたんだ。君に気に入ってほしくてこれを。受け取ってくれるか？え、そうだったの？わかりやすい男女のすれ違いね。いや、なかなかドキドキする展開だったけど、恋愛漫画とかドラマ見てると男女のお付き合いっていろいろ大変そうだね。そうね、性別によって考え方や物事の捉え方も大きく違うというし、小さい頃から異性を意識して、男子はカッコつけて、女子は可愛くオシャレをして、思春期になれば好きな人のことを考えて悶々とした夜を過ごすこともあるわね。絶対間に合わないのにバレンタイン当日だけカッコつけてる男子とかいるよね。というわけで今回は、生き物はなぜオスとメスの2種類なのかについて紹介するわ。私たちは変化できるし、自由にどっちの性別にもなれるから、男女どちらかだけの気持ちはよくわからないんだけど、性別が男女、オスとメスに分かれていることで恋愛関係でいろんなエネルギーを消耗する。男性はデートを奮発したり、女性もおしゃれにお金をかけたり、出費も盛りだくさん。異性の考え方を汲み取ったりアプローチするのはとても大変なことだけど、生物学上、子孫を残すためには異性と交わなければならないという制約がある以上、人間に限らず生き物はみんないろんな苦労を乗り越えて次の世代に遺伝子を残しているわ。そういえば、なんでオスとメスに分かれてるんだろうね。異性間のトラブルが起きるぐらいなら性別ない方が絶対楽ちんなのに。そうね、今回はそんなほぼ全ての生き物に共通する性別の不思議について深掘りしていくわ。ちなみに動画のテーマ上、多様な性別の LGBTQ やマイノリティには触れず、精神的な性別ではなく全て肉体的なオスとメスの話という前提で進めていくわ。人間もそうだけど、生き物は生まれた瞬間から生殖器の有無や肉体的な性差から男か女、オスとメスどちらかの性別としてこの世に生を受けるため、当たり前のことすぎてなぜ性別が2つなのかという疑問すら持たないと思うわ。私たちの身近にいる犬や猫はもちろん、鳥、爬虫類、両生類、魚類、昆虫もオスとメスに分かれ、動物ではなく植物であっても雄花と雌花というオスとメスに相当する性別に分かれていて、みんなどちらか一方だけでは繁殖できないという制約を持っているわ。これって地味に不便すぎる気がするんだけど。でも子孫を残すためには異性の存在が必要不可欠なんでしょ。性別を持つ生き物はオスの精子とメスの卵子が合わさり受精することで子供が生まれるから、確かに異性の存在が必要だけど子孫を残すにはという質問の答えとしては不完全だわ。なぜなら性別がなくても繁殖できる生き物はいるからね。なんですと。かつて地球に生物が誕生した頃、人間や動物、多細胞生物の遠い祖先というのは性別の区別のない単細胞生物で、シンプルな細胞分裂で子孫を増やしていたわ。ただそれは子孫を残すというよりもコピーを作ると表現する方が適切で、単細胞生物 A が細胞分裂しても単細胞生物 A と同じ遺伝子性質を持つ個体が生まれるわ。それは子供と言えるのだろうか。生物がより多くの個体を増やすことがゴールとすれば、確かにこれは正しい戦略だけど、このように自分と同じ遺伝子のコピーを作る分裂にはかなりの危険が伴うわ。かなりの危険？例えばこの単細胞生物 A が暑さに強いけど寒さに弱いという特徴を持っていた場合、単細胞生物 A がたくさん細胞分裂して単細胞生物 A のコピーを一生懸命増やしたとしても、もし仮に氷河期のような厳しい寒波がやってきて地球全体が氷に覆われた時、単細胞生物 A もそのコピーたちもみんな寒さに弱いから絶滅してしまうわ。環境の変化には抗えない。このように生物が繁殖する方法は大きく分けて有性生殖と無性生殖の2種類があり、有性生殖は人間や動物、性別が分かれ受精することで子孫が生まれる方法で、無性生殖は単細胞生物やゾウリムシのように自分のコピーやクローンを作る方法。環境というのは常に変化していくし、万能な細胞や遺伝子は存在しないから、
同じ遺伝子をコピーする無性生殖の作戦は、気温や環境の変化、病気の流行などが起きると、その種ごと絶滅してしまう危険がある、壊滅的なダメージを受ける可能性があるのよ。でもゾウリムシって、今でも理科の授業とかで顕微鏡で観察したりしない？今の話だと、無性生殖って、環境の変化に弱くて生き残れないんじゃ。無性生殖の生き物たちもそれぞれ、いろんな作戦で絶滅を防ぐ工夫をしているわ。例えば、ゾウリのように見える繊毛虫の一種、単細胞生物のゾウリムシの場合、普段は無性生殖で細胞分裂を繰り返し、自身のコピーを増やしているものの、それでは絶滅するリスクがあるため、彼らは別のゾウリムシを見つけると体をくっつけ、遺伝子を交換することで、少しずつ遺伝子を変化させているのよ。ってことは、絶滅を防ぐために性別があるってこと？ええ、そういうことになるわね。生き物は、効率的に数を増やすだけでなく、環境の変化に耐えられる進化が必要不可欠。そこで、有性生殖の生き物たちは、あえてオスとメスに性別を分けることで、子供に対して父親の遺伝子、母親の遺伝子を足して割ったような性質を受け継がせる。こうして遺伝子を交換していく中でシャッフルが行われると、多様な特徴が生まれ、暑さに強い生き物、寒さに強い生き物、病気に強い生き物など、同じ種の中で変異が起き、いろんな個性や突出した能力を持った個体が生まれるわ。人間にも、いろんな個性があるもんね。例えば最近は、陽キャ、陰キャという、性格を表すネットスラングがあるわね。よく聞くやつだよね。陽気なキャラクターを表す陽キャは、明るい性格で、アクティブな人を指し、陰気なキャラクターを表す陰キャは、内気な性格で、インドアな人を指すけど、タヌキさん的には、どっちの方にポジティブなイメージがあるかしら？そりゃ明るくて社交的になりたいから、陽キャに憧れるけど。でも、そういうパリピな人を見てると、やっぱり一人でも楽しめる陰キャ側でいいかなって。とまあ、ネットをいろいろ見てると、陰キャの方にネガティブなイメージがあるけど、生物の多様性という視点で見れば、陽キャも陰キャもどっちも大事な存在なのよ。そうなの？少し前まで、コロナ禍の影響で半強制的に外出自粛が要請されたことで、飲食店や居酒屋に限らず、アミューズメント施設も閉館を余儀なくされていたわね。それにより、アウトドア派の人たちは、ストレスと不満を募らせて、コロナうつと呼ばれるうつ症状が現れる人もいたりと、メンタル面の問題も出てきたんだけど、おそらく、インドア派の人たちは、ちょっときついけどまあ我慢できるよ。くらいで済んでいたと思うのよね。まあお家で映画見たりゲームしたり、スマホいじれば時間潰せるもんね。そうそう、そういうことよ。もし今回流行したウイルスが、もっと致死性の高い危険なものだとしたら、アウトドア派の人たちは、家で過ごすことに耐えられず亡くなってたかもしれない。でも、インドア派の人たちは、外に出なくても耐えられるという個性を持っているため、外出できなくなるという環境の変化においては、陰キャの人たちの方が有利になるのよ。お、そう考えるといい個性じゃん。話を戻すと、地球は長い歴史の中で、干ばつや氷河期など、幾度となく環境の変化が起こり、生き物たちも、その環境に適応するため、強制的に変化が求められるようになったわ。そうなると、環境の変化に弱い、コピーを作る無性生殖は不利になり、遺伝子がシャッフルされて多様性が高まる、有性生殖の方が有利になっていったわけね。なるほどな。生き物たちは、進化を止めた瞬間から、絶滅の一途をたどるような仕組みになっていて、絶えず変わり続ける環境に、いかにすがりつけるかが重要になるため、おのずと、環境の変化に適応できる、有性生殖が生き残った、という流れなのよ。でもそれで、人間以外の動物も、みんなオスとメスに分かれてるって、なんだか不思議じゃない？性別がないよりある方が、生き残りに有利っていうのはよくわかったんだけど、遺伝子をシャッフルした方がいいなら、3種類も4種類も性別を持つ生き物がいてもいいと思うんだけど。なかなか鋭いわね、タヌキさん。確かに、遺伝子の変異が種の存続に有利であり、それが有性生殖に隠されているなら、性別の種類がオスとメスだけじゃなく、第3、第4の性別があってもいいのではないか。しかし、現実の生き物たちは、そうなっているわけではなく、オスとメスのみ。体の構造も遺伝子も全く違う生き物たちの性別が、なぜ、オスとメスの2つに収束したのか謎が残るわね。遺伝子が多様性に富み、シャッフルされることが生き残りに有利だとすれば、性別の種類、遺伝子のパターンは、多ければ多いほどプラスになる気がするわ。それじゃあ仮に、3つの性別、
A、B、C が存在していて、A、B、C、それぞれが、どの異性との組み合わせでも生殖できると仮定する。A、B、C がランダムに生殖すれば、どの性別も、等しく数が増えると思うけど、実際はそんなことはなく、正当多が発生して、性別間の有利不利が生まれるわ。正当多？正当多とは、ダーウィンが提唱した理論の一つで、オスとメスで、見た目や生態が大きく異なる動物の進化を解き明かす理論なのよ。ダーウィンは、クジャクのように、オスだけが派手な生き物であっても、もともとはメスと同じく、地味な見た目をしていたのではないかと推測。長年の交配によって突如目立つオスが変異によって現れ、それが偶然メスを引きつけたことで、次第にオスがどんどん派手になっていった。このように、異性のより好みによって性差が生まれることを正当多というのよ。は、確かにメスに選ばれないと子孫は作れないもんね。話を戻すと、性別 A、B、C がある場合、最初はみんな同じ見た目をしていても、交配を繰り返す中で、みんなにモテる特徴を持った性別 A が誕生すると、性別 B と C は、性別 A のアプローチをかけるようになり、性別 A の個体数は増加。個体数の多い性別 A にも好みがあり、性別 B の方を多く選んでいったとすると、次第に、性別 A か B の子供が多く生まれ、一番人気のない性別 C の数は減少していくため、性別は、A と B、つまり、オスとメスの2種類に収束していくのよ。本当だ。いつの間にか2種類になっちゃった。人間もそうだけど、男性は可愛い女性がいいとか、美人がいいとか、好みがあるし、女性も、身長が高いとか、運動神経がいい男性をより好みするため、異性からどれぐらい選ばれるか、というモテの順位によって2種類に収束するのよ。子孫を残すって、選ぶよりも選ばれることが大事なんだな。人間がモテるために自分磨きをしたり、美容にお金をかけて努力するように、自然界でも、ただ、進化の偶然に甘んじることなく、選ばれる努力や工夫をしているわ。例えば鳥類なんかは、いろんな求愛方法をすることで有名で、カイツブリ科に分類される北アメリカに生息する首長カイツブリの場合、ペアを決める前に合図を決めて水上を猛ダッシュ。1秒間に20回も水面を足で叩いて、20メートルほどの距離を駆け抜けるという、体力も協調性も必要な方法でパートナー選びをしているわ。一体どういう方向性の進化？そして同じく、北アメリカに生息する翼体長2メートルを超える白頭鷲の場合、95% のペアが一生を添い遂げるという、固い絆で結ばれているんだけど、その求愛は命がけで、お互いをかぎ爪でホールドして急降下。地面ギリギリまで離さないのよ。そりゃ固い絆で結ばれるのも納得だよ。空中でぐるぐると回転しながら落下し、お互いの相性と勇気を確かめるんだけど、時にはそのまま地面に激突して死に至ることもあるみたいね。言わんこっちゃない。過去動画の求愛が変な生き物の動画でもいろいろな例を紹介しているけど、生き物たちは様々なアピールで異性を引きつけるように努力しているわ。また自然界にはこのように性別があやふやなままの生き物もたくさんいるわ。一つ目の生まれる直前に性別が決まるパターンでは、卵で生まれてくるカメやワニ、トカゲなどに見られる現象で、卵の中で過ごした時の周囲の環境や温度によって性別が変化するのよ。生まれてくるまでワクワクだね。二つ目は、生まれた後に性転換するパターン。これは、より効率的に子孫を残すために編み出された進化と考えられていて、一部の魚類などに見られる特殊な仕組みね。人間でも後から変わる人がいるよね。三つ目は、いつでも好きな性別になれるパターン。これは、雌雄同体と呼ばれる、オスやメスに必要なパーツを体に備えていて、群れの状態や周囲の環境に合わせられる、もはや性別なんて概念がないケースね。詳しくは、性別のあやふやな生き物の過去動画で解説しているけど、多くの生き物たちは、オスとメスの2種類に収束していながらも、中には、性別という縛りにとらわれない、むしろ、有性生殖というメリットを有効活用している。そんな賢い生き物がいることをぜひ知ってほしいわね。性別が自由に変えられるとか、今回の話を聞くと反則レベルの能力だな。今回の話をまとめるとこんな感じ。生き物には大きく分けて、無性生殖と有性生殖の2種類があり、自身のコピーを作る無性生殖は性別がないものの、絶滅のリスクが高く、異性同士で繁殖する有性生殖は遺伝子がシャッフルされ、絶滅のリスクが低い。多様な遺伝子を残すことで、
環境の変化に強くなり、生き残りに有利になるわ。性淘汰によって、性別自体が3つ以上に増えることはないものの、生き物たちは、性を自由に切り替える、性別があやふやな生き物もたくさんいるわ。なかなか興味深いね。今回の動画で、生き物の性別に興味を持った方におすすめな本はこちら。農学部教授で農水省に在籍する稲垣秀博氏の著書、オスとメスはどちらが得か。オスとメスがなぜ存在するのかという生き物にとっての永遠のテーマを皮切りに、一夫多妻だったり、浮気されたり、プレゼントで気を引いたり、子孫を残すためのオスとメスの苦悩と戦いを書き記した、悲喜こもごもの一冊になってるわ。みんな苦労してるんだな。性別というテーマはいろんな切り口があるから、気になることがあればぜひコメントに書いてほしいわね。それじゃあ一つ思ったんだけど。あら、何かしら？なんでオスは子供を産めるように進化しなかったの？え？オスとメスに体の違いがあるのは知ってるけど、どっちも子供を産める方が効率的じゃない？その方が2倍のスピードで繁殖できるし、メスがオスを守ることも。それじゃあ今日はここまで。次回の動画もよろしくね。あ、無理やり締められた。